横浜海軍航空隊及び1942年11月1日より解消した第801海軍航空隊は日本海軍の部隊の一つ海軍初の飛行艇部隊として外洋偵察、懲戒行動に従事した建設に手間取る陸上飛行場の代替措置として内南洋諸島の偵察活動を円滑に進めるため飛行艇部隊の設立を 丸に計画に盛り込んだ。初めての飛行艇部隊として1936年10月1日、横浜市磯国根岸海岸に横浜海軍航空隊を開いた。飛行艇12機。横須賀鎮守府所属。同時に基地には大日本航空所属の南洋航空路用飛行艇も曲がりした。1939年。 11月15日、第4艦隊付属、内南洋紹介に0時。1940年11月15日、第4連合航空隊が新編され、横浜空も編入され、飛行艇16機に増強、対艦雷撃訓練開始。1941年1月15日、4連空は第24航空船隊に改称し、第4艦隊に移籍。 1941年11月28日、海戦に備え、ヤルート干渉、イメージ基地に進出、飛行艇24機。1941年12月、太平洋戦争勃発、マーシャル諸島外苑の紹介活動に従事、ウェーク島、マキン干渉に一部派遣。1942年1月8日、相次ぐ、大艦雷撃の失敗のため、 以後の飛行艇雷撃行動を凍結。2月1日、マーシャルギルバート諸島軌道空襲で、イメージ基地から捜索に出た1機が未帰還、マキン派遣隊の2機が地上撃破。2月10日、本隊はラバウルに進出。3月4日2機で第1次警察船結構。1942年4月1日、第25航空船隊が新編される。 25航線は編成上、第11航空艦隊所属だが、連合艦隊は、軍隊区分で、南洋部隊に配属させた。開戦以来南洋部隊基地航空隊として、南洋軍島、南東の航空作戦に任じてきた24航線に、代わり、25航線が、ラバウル方面となり西方空襲部隊任務を、引き継いだ。横浜空は、台南空、 4空と共に25航線となった、定数は大定12、水上戦闘機九、二式水上戦闘機を装備、全機ショートランド島に進出。マーシャル諸島に、新編した第14航空隊を置くため、8機を、抽出残留、飛行艇16機で、ソロモン諸島に進出。以後、つらぎ島を拠点に、ソロモン諸島周辺で紹介。 偵察活動に従事。1942年8月7日、つらぎ島に敵海兵隊上陸。前期中期場で破壊、宮崎茂利司,司令火葬院玉祭。1942年10月1日、横浜で再編。1942年11月1日、第801海軍航空隊に解消。 再び25航線に編入され、ラバウルへ進出。以後、ラバウル周辺の紹介活動に従事。0九1943年5月18日、第27航空船体を新編、バラムシル島に転出。以後、千島列島沖の紹介活動に従事。0九1944年2月3日、 トラック干渉に7機進出。5日間限定で、マーシャル諸島残存航空隊員の救出活動に、10時、2月12日、802空1機と共に3機で、クエゼリン干渉ロット島を空襲。7月10日、27航戦は、新編した第3航空艦隊に転籍。以後、横浜を拠点として、本土東方。 小笠原諸島の紹介行動に従事、水上偵察機24機を増強。1945年1月1日、海上護衛装司令部時期卒に転籍、水上偵察機8機、陸上攻撃機機48機を増強。2月11日、新編した第五航空艦隊に転籍。飛行艇全機を、 タクマ海軍航空隊に異常、陸上攻撃機機24機に半減。4月1日、水上偵察機を全廃、陸上攻撃機のみの96機体制に変更。2月、飛行艇をタクマ海軍航空隊に集中配備することになり、全機を供出した。4月からは陸上攻撃機のみとなったが、燃料不定による飛行制限と空襲による破壊で、 機体稼働率は急速に低下した。しかし本土決戦要員の所属部隊として名目上は部隊が存続していた。1945年8月終戦、それに伴い解体した。戦後、使用していた基地は米軍の通信基地、朝鮮戦争の頃からは、 富岡倉庫地区としても使用され、この倉庫地区は1971年に返還された。現在は神奈川県警察の機動隊基地や富岡総合公園になっている。公園の道路両脇には石造りの大門が現存。1981年6月、旧基地に設けられていた鳥船神社の跡地に浜空神社を創建した。2008年6月、旧隊員の高齢化等で、 維持困難となり、追浜の来人者に移転した。ありがとうございます。